仲良しの増刊号のルンルンという雑誌で書きまして、でそこからお話が膨らんで仲良しで書かせていただくことになりました。なんかあんまりちゃんと深く考えてなくって、いたずら書きみたいにね、書いた自分のキャラクターに声がついて動いて、なんか生物みたいになってるんで、結構ドキドキしました。まだ未だにドキドキしてるんですけど、それはですね、私の担当編集の長野さんがセーラー服の正義の戦士にしたらって言うんで、そうしました。一応タキシード仮面が私は気に入ってます。私はどっちかっていうと、こう切れ長の目でいつもムッとしてて、でなんか服はスーツとかタキシードとかそういうのを着てるような男の人が好きなので、それをじゃあキャラクターで、主人公の女の子が好きになる男の子にしようかなと思って、他のキャラクターはすごくコスチュームとか凝ってるし、描くのが実はすごい大変なんですけど、海野くんだけは下書きだしで、5秒くらいでさささっと描けるからちょっと気に入ってます。あ、でもちゃんと可愛がってあげてるんですけど、それなりに。あ、でも今までああいうキャラクター描いたことなかったんで、きっと後にも先にもあんなキャラクターは海野くんだけじゃないかなと。海野くんは本当はメガネを取ると一応ハンサムっていう設定なんですけど、原作ものをアニメにするとすごくいろいろ難しいみたいなんですけれど、一応セーラームーンはすごく私のイメージ通りに全部うまくいったっていうか、色も声優さんもあとノリとかもすごくしっくりいったっていうか、自分のイメージ通りだったって。本当はセーラームーンでそういうふうに戦隊ものっていうか、ゴレンジャーとかジュレンジャーみたいに、なんか司令室から出動だみたいな、そういうのの女の子版ができるとよかったんだけれど、どうもうまくできなくてあ、だからそこら辺からやっぱりセーラームーンの発想が生まれたかな。ちょっとそれでどうしても女の子を5人出したかったし、セーラームーンのレーザーディスク私もすごい楽しみにしてたので嬉しいです。皆さんもぜひこれから